プレゼント。一応いくつか候補はあるんだけど。つまりこの人は仕事を変わってまで誕生日の夜を一緒に過ごしたり、プレゼントを送ったりされるのが嬉しいんだな。あ、もしかして都合悪くなった？あ、いいえ、楽しみにしてます。あ、先輩誕生日は？先月終わったばっか。え、ごめんなさい。あ、何か欲しいものありますか？うん、特にないけど、君がそばにいてくれれば、君がそばにいてくれれば、君がそばにいてくれれば。なんて寒かった？あ、固まってる。でも本当、先輩大丈夫。その手、好きだよ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 。その声に脳細胞とろけそう。戻ろっか、そろそろ。どう？これやっぱ変？胸開きすぎ？いや、全然。でも蓮見先輩がそうとは限らないわよね。うわ、ああ、めんどくさ、誕生日なんて。え？香港で起きたビル火災、日本人の被害者も多く含まれてたらしいんだ。俺現地詳しいから当分忙しくなりそうで、誕生日の夜ちょっと厳しいかもしれない。そんな顔しなくても私は全然平気なのに。仕方ないですよ、体に気をつけて頑張ってください。また連絡するよ。